こんにちは、直樹です。今日もね、アメリカのロサンゼルスのリトル東京にいます。で、あまりね、私リトル東京とか東側の方には行かないよっていう話なんだけども、ちょっとまた用事があったんでね、来てみました。で、今日はね、どうせなんで、この八王子っていうね、クラフトラーメンっていうところにね、行ってみようと思います。それにしてもさ、本当にロサンゼルスってラーメン屋が増えてさ、まあ、ここリトル東京なんだけどもさ、以前ね、動画で撮って、あ、ここに八王子っていうなんかラーメン屋があるって言ったけども、その隣マイラーメンバーって、あとほら、レッツ作ってる大黒屋とか、門蔵とかっていう、これ門蔵ってラーメン屋なのかな、わかんねえや。まあ、とりあえずさ、ラーメン屋が多いんだよね。なんだろう、サレ道場とかなんかよくわかんねえけど。で、あとね、なんで日本食が多いかっていうと、他のね、アジア料理に比べてね、単価が高いんだよね。で、人入るんだよね、やっぱり日本料理だけ、ミスターラーメンとかね、日本料理っていうだけで。なので、まあ、実際日本料理とかね、寿司屋さんとか、日本人の人ってほぼね、日本人が経営してるとか、日本人の板前さんいるところって1割くらいじゃないかな。このコスプレイヤーさんさ、私がアニメエキスポで仕事をしてた時にね、ちょっとお世話になった方だね。なんかすごい煙だ、もしかしたら火事かもしれないって、なんか肉の匂いがするんだけど、これ焼肉だ。なんだろう、どっからだ、この焦げた、でも焦げた肉だな、肉の匂いだな。よし、じゃあこの八王子に入ってみようか。八王子ラーメン、八王子ラーメン、なんだろうね、ラーメンはね、こんな感じだよね。ビーガン用のラーメンがあって、ちょっとこれ頼んでみようか。八王子ドライラーメンだって。で、生卵があるんだけども、ローエッグイズセーフ、生卵大丈夫だよ。で、食べる前に混ぜてねって書いてるね。八王子ラーメンのね、内部こんな感じだよね。ほら、味自慢ラーメンって書いてある。ほら、これもう昔のものだよ、オロナインとかね、あるよ。これはなんか面白いよね、味の素あるし、オロナミン、オロナミン D、 オロナミン C。 八王子ラーメンはね、キャッシュオンリーだって、現金しか使えないね。八王子、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 八王子。混ぜそばね、用意されたのが多分これっすよね。酢となんか多分タレ。はい、八王子ね、ラーメンに行ってみました。で、動画でね、混ぜそばあんな感じ、ちょっと短いんだけども、短かった理由は、隣に座ってた方、日本人の方でね、やっぱり盗み撮りみたいな感じになるのも嫌だったなとは思ったんで、声入るからね。ただ分かったのは、SFC って言ってたんで、慶応大学のね、湘南藤沢キャンパスの人で、多分留学かなんかにしてに来てんのかな。で、以前もお話したこの一番通りなんだけども、どういう店の配置になってるかっていうと、ここにね、一番端っこの勾配になってるよね。で、その八王子ラーメンっていうのをなんか前につけて、おお、なんかできたみたいな感じになってて、こんな感じでマイラーメンバーみたいな感じになって、大黒屋すごい列作ってるよね、その門蔵とかっていうところとかで、こんな感じになってるんだ。で、一番通りね、まっすぐ行くと、日系のね、アメリカ、日系アメリカ人の博物館みたいな感じになってるんだね。で、私が歩いてる方向が、日本人の方がね、よく利用する都ホテルロサンゼルスだね。こんな感じになってるんだね、この一番通りの地図っていうか道は。お好み焼きすごい人気だな。で、なんか変なところ見つけてしまったぞ、秘密だって。秘密、なんか興味があったんで、秘密の中覗いてみたらね、工事中だよ、工事中。今日はコスプレの人たち集まってるかな。この噴水さ、水がさ、緑なんだよね。これわざと緑にしてるんじゃなくてさ、藻が長年放置してるから、藻がそれの緑だよね。決して色付けのための緑じゃない、自然発生の。あ、ほらほら、やっぱりコスプレの人たち集まってたね。
や気がつけばこちら側にもあのコスプレの人たちがたくさんいっぱいいるね。たくさんいっぱいいるねってすごい日本語だけどさ。はい、そういうわけでね、今日はねラーメン屋のね動画なのかリトル東京の動画なのかよくわかんない動画になりました。それではおやすみなさい。もう家帰ろう。